こんにちは。英語コーチの香里です。Hey guys, good morning. 今日はですね、こちらのトピックについてお話をしていきます。じゃん、なんとなく話せるを卒業しようっていうところのトピックでお伝えしていきます。私はですね、英語中級上級者にいつもグループのコーチングをしているので、この特に英語中級者のレベルだと、なんとなく話せるけど、もっとこう話していきたいっていうこと、話せるんだけど本当は理想とはもうちょっと違うんだよねっていうところね、ストラグルがかなりあるなと感じているので、こちらの動画でお話をしていきます。で、英語中級者上級者の方で英語をさらに伸ばしていきたい方、自由に流暢の英語をつけていきたい方に関しては、4つのキーがあるんですね。4つの鍵があります。で、これをやるとすごい伸びて、伸び悩みから抜け出してこう突き抜けていくよっていうところのヒントをお伝えしていますので、そちらの無料動画をぜひプレゼントを受け取ってください。下の概要欄のリンクより登録していただくとすぐ動画にアクセスできます。はい。で、この今回の、トピックですね、なんとなく話せるを卒業しようっていうところ、皆さんはトピックによって話せる、話せないもの、もちろんあると思うんだけれども、例えば普段の会話だったり、よくするような会話とか、ちょっとした一言だったり、っていうのに、どのくらい話せているなって感じますか？例えば、一言、ワンセンテンスならパッと出るのか、いや、ワンセンテンスだけじゃなくて、2、3センテンスくらいこう続けられるようなのか、いや、むしろ10センテンスぐらいすごい具体的にスラスラと話し続けられるよなのか、今のレベルどのぐらいかちょっと客観的に感じてみてくださいね。で、この英語中級上級ってなっていくと、話せる、すごいこう具体的にこうずーっと話せられる方と、こうプッとちょっと短く止まってしまう方と、いるかなと思います。ここからどんどん皆さんの英語伸びていくと思うんだけど、より話せる方っていくのと、なかなかちょっと話すのが続いていかないなっていう方と、結構こう分かれるかななんても思うんですよね。もしくは話せる方に行くスピードがすごい速い方と、スピードが時間かかってしまう場合ってあると思います。で、この違いは何だろうって考えたときに、まあもちろん普段どれくらいスピーキングの練習というか力をつけることをしているかっていうことだと思うんですけど、話せる方っていうのは、ここら辺すごい入ってきています。話す内容ですね。例えば、日本語だったらわかりやすい。日本語だと、小学生が話すことと、高校生が話すこと、ちょっと内容違いますよね。で、高校生と大人が話すことって、ちょっと内容がもちろん違いますよね。なので、中身のある内容とか、ですね、中身のある内容とか、意見とか、なんか感情とか、そう具体的なことが伝えられるかとか、そういうところの内容です。例えば、趣味は何ですかとか、仕事は何ですかとかっていう話に対して、必要最低限のことではなくて、例えば自分の意見とか経験も含めて、具体的に話が広がるように伝えられるかみたいな、そういうのも、ね、結構内容に入ってくるかなと思います。で、次のポイントは、スムーズさです。スムーズさっていうのは、その、いろいろ話したいことを、例えば途中で止まっちゃったりとか考えたりとかしない。そして、発音とかっていう面でも、こう、スーッと、ブラ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 ーっと喋り続けていけるみたいな、このスムーズさ。まあ、英語を作るスピードだったり、発音だったり、いろんな要素がね、あると思いますけど、こう聞いていて、例えば自分の話してるのを録音して、それを聞いてちょっと、客観的にスムーズに喋っていれる、スムーズに喋れていれるかなっていうのを見るっていうのもね、ポイントかなと思います。はい。すごい内容の量を話せても、スムーズじゃなかったら、やっぱりちょっと聞いていて聞きづらかったりしますよね。なので、この滑らかな、スムーズな、英語が話せているかっていうのもポイントかなと思います。で、量っていうのは、まあ、内容にも入ってくるんですけれども、やっぱり、1、2センテンスではなくって、ものその先、3、4センテンスくらいは、ポッポッポって話せていけるとか、
で、そのぐらい喋れていける人は、じゃあ5、6センテンス続けて喋っていけるとか。もしくは1分間とか3分間とか、何かのトピックについて話せていけるとかっていうところを指標としてみるといいと思います。そして発音ですね。発音っていうのは、やっぱり、中級上級になっていくと、かなりもっと磨かれていくものだと思います。で、発音がやっぱりクリアにできると、相手にとってすごい聞きやすい、とにかく聞きやすいんですよね。そして、自分も相手の発音をもっと聞けるように、音の精度が良くなっていきますので、話せる、話せない。ここを比べたときに、発音っていうのもね、かなり大事な要素です。発音がこうスムーズにいかないと、この2番目に書いたスムーズに話していくっていうのが結構難しいと思うんですよね。はい。なので、ある程度の量を具体的に話していく上で、スムーズに話していく上で、この発音が良いと自分にとってもものすごいいいんですよね。なので、ここもね、結構大事なポイントかなと思います。はい。ということで、なんとなく話せるを卒業したいなっていう方、ぜひ、ここの4つのポイントが、今の自分のスピーキング、どこが伸ばしポイントかなっていうのを見てみてくださいね。例えば、一つ指標としてできることとして、例えば、What do you do? とか、Do you have any plans this weekend? とかって言った時に、この iPhone とかで録音してみる。Do you have any plans this weekend? Well, って言って、こう、何も用意しないで、録音してみてください。で、これを録音して、で聞いてみる。で聞いてみたときにで、この内容スムーズ、量発音っていうところを自分でこう評価してみてください。あ、内容は結構いいな、いいこと喋ってる。割と中身あるわ。って言ったら OK ですね。で、あ、途中でプツって切れちゃったなとか、あ、思ったより滑らかに喋れてるなっていうので、スムーズさチェックしてくださいね。で、量です。録音すると、客観的に、何分喋れてるかっていうの出ますよね。なので、これチェックして、あ、なんか結構喋ったと思ったけど40秒だったんだとか、なんか1分だけどなんかスピードがちょっと遅いかもとか、なんかそういうところをね、自分の英語の理想としてるものに比べて、ちょっと比較してみてくださいね。で、発音ももちろんそうです。このちょっと発音聞きづらかったかなとかっていうのも、自分の英語を、誰か相手が聞いたっていう客観的な目線で発音をチェックしてみてくださいね。はい。で、この自分の理想の英語です。比べるのは自分の理想の英語。周りとか関係なくて、とにかく自分の理想の英語です。皆さんがもっと英語を伸ばしたい、もっと英語ができるようになりたいって思ったときに、そのできる状態ってどういう感じですか？で、今回だと話せるに関してフォーカスしているので、自分が英語をもっと理想のように話せている状態っていうのはどういう状態ですか？どういう状態か。これ人によってね、結構違うんじゃないかなと思います。私の場合は昔からなんですけど、何センテンスも続くセンテンスを止まらずにバーッと一気に喋られるっていうのが、その10年とか15年前の私は理想としている英語の状態だったんですよね。自分がどうなりたいかって考えたときに、なんかいろんな会話をしているときに、なんか3、4、5センテンスぐらいをバーッと、聞かれたことに対して3、4、5センテンスぐらいをバーッとスムーズに発音よく、内容もそれぞれそれなりに入ってこうバーッて言うっていうのが結構ゴールでした。多分最初の時は内容はあんまりね、これ大事じゃなかったですね。どっちかというとスムーズさと量にフォーカスしていって、で、そのうちできるようになったので発音もどんどん入ってきて、で、最終的に内容がないとダメだな、と余裕がね、出てくるので、内容がちょっと気になり始めて、今度内容みたいな感じだったかなと思います。最初はね、スムーズさと量にこだわっていました。なので、これが私のできる状態だったわけなんですね。じゃあどうしたかっていうと、このできる状態、つまり、スムーズに喋っていて、何センテンスも続けて喋られるっていうのを、私のこの、その日からの、こう、デフォルトにしたわけなんです。自分のスタンダードにした。
だから誰かと喋るときとか、自分でスピーキングをブツブツ言って練習したりするときっていうのは、基本的にこの量とスムーズさがある状態。だから欲しい状態をすでに自分が今日からあたかもできているかのように実践するっていう形で練習してきました。なので、例えば、今日の予定何とかって言われたとき、言われたら何て言うかなってその日思ったら、とにかく何センテンスもスムーズに言えてるって状態でこうバババババって言ってみるとか。ですね。そういう感じを意識して、もう未来の自分を先取りして練習していくっていうことをね、していったので、これはすごく皆さんにおすすめです。まあ毎日ね、スピーキングをしているっていう前提はありますよ。毎日誰かと喋る、もしくは自分の一人の時間でも十分練習できるし、まあ、声に出さなくても頭の中で英語作ったりね、一人ごとのようにすることもできるので、まあ、その量の前提はあるんだけれども、それをやるときに、とにかく理想としている英語を先取りしてやっていくってことをね、してみてください。はい。では今日はなんとなく話せるを卒業しようっていうテーマでお送りしました。ありがとうございます。